古城は、ベトナムを支配した王朝。首都はタインホア。1225年に成立した陳朝は、徹底的な血縁重視体制を取ることで、中央集権化を進めていた。13世紀までは、有能な皇帝や一族らが多数現れて、有効に機能したが、14世紀になると有能な皇帝、血族が現れずに、国内は、皇族や重臣の離反。 腐敗などで乱れた。このような中で勢力を拡張したのが、五代十国時代に、州栄光圏から、なんか、移住した祖先を持つ古紀である。彼は陳朝で採用されていた下居で選抜された、官僚と手を組んで、陳朝内部で巧みに勢力を拡張し、第九代皇帝、元州の外籍となって、その調和を受けた。第十代皇帝、英僧が、 対ジャンパ戦争で戦死して皇帝の威信が衰えると、1388年には、第11代皇帝、陳を殺害して、自らの娘婿である順州を擁立し、最小として実権を握った。1394年、上皇として、過労うじて陳朝を支えていた、元州が死去すると、国旗は、直ちに有力皇族と重臣の粛清を開始。 1398年には成長した、淳州を廃して殺し、幼少の商帝を擁立する。1400年にはついに商帝をも廃し、自らが皇帝として即位。国号を大恐れと改め、生を始むからことした。ここに、人長は滅び、古城が誕生したのである。古期は粛清と散脱を繰り返したため、周囲からの恨みと反感を買っていた。このため、 陳朝の血を引く、息子の股間青に好意を譲って、上皇となった。しかし実験は依然として、古希が掌握していた。古希は、陳朝と同じく血族重視制度を採用しながらも、一方で、旧体制の弊害だった、貴族制度の廃止や家許制度のさらなる改革による、有能な人材の登用、軍事力の強化、文芸奨励、 戸籍制度の導入など様々な進歩的改革を進めた。しかし、中国南部への勢力拡大を起とする民の英楽三角は、陳朝の復権とその皇族の即位を要求する。古籍はこれを拒絶して、英楽三角と対立、民のベトナム侵攻の口実を与え、1407年に民の大軍の侵攻を受けた首都タイウンホアは陥落した。 古希と古漢青の不死は民軍によって南京に護送され、永楽組門によって不死ともども処刑された。わずか二代七年の短命王朝であった。古希古漢青。ありがとうございます。